今度は首の方になりましょう。で、ここでちょっと起こしてもらうと、こう手が楽になります。はい、失礼します。で、腰から手を入れて、よいしょと、よいしょと、こう押した感じですね。で、ここを下げると、首がね、よく見えるようになるので、やりやすくなりますね。首をやるときのポイントは、分解光線という効かせポイントがここにあります。骨と、頭の、骨と首のところの、ちょうどこの切り替わりのところからこうずっとこの耳の後ろのここまで、うん、ここまでを結ぶ線があると考えてください、うん、そこに対して指を横にして圧をかける、うん、圧をかける時の方向は左だったら大体右の目を抜く感じか額にレーザーをビューと照射してこっちがプーって出る感じ、うん、イメージね、うん、ここからここに矢をバスッと入れたら目からドーンって出る感じね、うん、そのぐらいの感じでこう圧を入れてまいります。指を当てて圧をかけて上下にしても動かないと、うん、ここだとちょっと違うんですよ。ここが一番効くポイントです、うん、でこの筋肉の後ろの高まりのある外側二線ですよね。二線っていうかここのところに当ててそれで圧をそっちの方向に入れると、圧を方向入れて圧を入れる方向に指腕のこの線もちゃんと一直線上になっているというのが大事ですね。これがここの圧この角度が変わると圧の入れる角度が変わりますね。同じ場所で自分の体をちゃんとそこに持ってってベースを合わせて押してあげておくと、で腕もこう曲がってますのでそれを保護するために足で引っ掛けるということですね。でここでまず自分の型を決めたと、もう本当にトリガーを引く瞬間ですよね、うん、銃を引く瞬間まで来てそこでグッと圧を入れると、でも一定した圧がずっとかけられるんですね。何もしてなくて持たれてるだけ、うん、ここまでギリギリのところまで行ってここでずっと入れるだけ、体ほとんど動かさなくてこれでできます。ここに変化をちょっとつければここね、ほとんど体を動かさなくてもできちゃうぞと、うん、しかも大きい体の中で一番大きい足の筋肉を使ってるんで体もそんな疲れないと、うん、手で腕で動かしてるとねやっぱりこの辺の筋肉って繊細なんで疲れちゃうんですよね、うん、どうしてもちょっとここ後ろに来ていただけますか。そうそうそう、なるほど、うん、こうやってなんか上向きで首やるともう指が折れそうなんです、うんうん、痛いよね。これすごく楽ですね、このやり方が折れると、